どうも白洲太郎です。今日も先週に引き続き市の方から許可もらってるんで売りに来てます。はい、で今日はちゃんとね、まあ、先週もなんですけどマスクちゃんとつけてやってます。で相変わらず野菜の方は盛況なんですけど、こっちの雑貨コーナーの方は、はい、こんな感じで誰も屋台立ててる人いないっす。うん、まあでも一応ね市から許可もらってるんで今日も頑張りたいと思います。で先週はなんとか家賃を払うことに成功しました。はい、で今週はね食費とか光熱費とかそういうの払えるようにちょっと頑張っていきたいと思います。今売れました。あのね下ピアス、ありがとうございます。下ピアス2個で100円。まあ、ぼちぼち少しは売れたんですけど、今ご覧の通りね全然お客さんいないんで、ちょっと今日は皆さんに入れ墨シールの上手な貼り方をお見せしようと思います。僕のバハカで屋台で売れ筋の商品はこの入れ墨シールなんですよ。とにかくブラジル人はもう入れ墨が大好きなんですよ。でもう10代の半ばから上はもうおじいちゃんおばあちゃんまで結構タトゥー入ってる人いっぱいいるんですよ。うん、だからこのねうちで売ってる入れ墨シールも大人気です。うん、なのでもし万が一ブラジルでちょっと露天商やってみたいなっていうね人がいたら、この入れ墨シールは間違いなくラインナップに加えてください。はい、これもマストアイテムです。で今日は、まあ、どうやったらうまく入れ墨シールを貼れるのかっていうのを皆さんにお見せしたいと思います。いきましょう。はい、で用意するもの1、水、うん、と
まあ、水晶なくてもいいですけど、まあ、スポンジ、これボロボロですけどね、スポンジとタトゥーシール、うん、これちょっと古いやつなんですけど、まあ、今サンプル扱いなんで、これちょっと今日試してみたいと思います。はい、僕もたまにこれつけて、あのお客さんに見せたりしてちょっと買ってもらおうと営業努力してるんですけど、とりあえずちょっと今これやります。はい、カットね、カットして、このビニール取ります。これビニール取ることポイント。はい、さらにね、もう一枚ここにねフィルムがついてるんで、これ絶対取ってください。うん、これ取るマスト。はい、タトゥーシールについたこのねフィルムを剥がします。はい、それを肌につけるんですけど、ここでの注意点はまずこの肌に綺麗であること。だから日焼け止めとかクリームとか塗ってる人はちゃんと水で洗い流してから貼ってください。であと、まあ毛がないところに使ってください。毛があると毛が邪魔してうまく貼れないんで、ツルツルのところを選択してやりましょう。はい、でこのフィルム剥がした後はこれをまあ方向に気をつけて貼ります。ね、スポンジに水浸してこれを入れ墨シールの上からこうやってね、これたくさん濡らすことが大事。わー、いっぱい濡らしてくださいね。こんな感じで、でちょっと待つ、10秒20秒30秒あ、ちょっとお客さん来たから、このまま行こう。たくさん濡らして、まあ、1分ぐらい経ったらゆっくりね剥がしていきます。ゆっくり剥がしていくと、ほらね、もう本物みたいな入れ墨シール貼れましたって感じで、ブラジルで露天商やりたい方はマストアイテムなんで、皆さん必ずラインナップに入れるようお願いします。はい、でお客さん来ました。うっす、というわけで今日もフェーラ市場終わったんですけど、買えない一日でした。でもまあ諦めずに来週も頑張りたいと思います。チャンネル登録お願いします。僕まだ一人しかチャンネル登録してくれてる人はいないんで、まあ少しでも、お願いします。じゃあまた、うっす。